エレバス級モニターはイギリス海軍のモニター艦の艦級である。本級の2隻の艦名はジョン・フランクリンによる北西航路調査のために1845年に北極諸島へ派遣され遭難した2隻のボムケッチにちなんで命名された。エラーボスとはギリシア神話における神の一人で地下世界の支配神であるエレボスの英語系である。本級はイギリス海軍が 艦砲射撃を行うために建造したモニター艦である。本級の特徴として最低限の航行能力を持った平ら艦艦型の幅広い船体による安定性に重点を置いた設計をとっていた。本級は船体が小型のために全土級船艦よりも基質を浅く設計でき、これにより大型艦よりも座礁の危険性を少なくでき、より沿岸部に接近しての砲撃が可能となった。 本級の手法には全級に引き続き、ちょうど級戦艦、リベンジ級の余った方針を流用することにより、砲撃能力を高めた艦として建造された。竣工当時に右舷から撮影されたテラー。本級の基本構造は還元が低い、朝鮮種老型戦隊の艦首に一機の報道を配置していた。その背後に多層化した相打環境を基部に持つ、普通り合いなほどに高い、 頂上部に見張り所を持つ三脚式のマスと、中央部に細い一本円突が立つ。船体の断面図は安定性を増すために、船体下部にバルジを装着している。原則には、沿岸砲台からの砲撃を受けた時の防御として、再圧しとして 152mm 装甲が張られ、甲板防御も、同時代のイギリス系巡洋艦と同等の 25mm から 51mm 装甲を、 張られた。また、本級には低速時の運動性を向上させるために監視に補助だが配置していた。監視看板上から撮影されたテラーの手法等。本級の手法としてクイーンエリザベス級やリベンジ級にも採用されたマーク i 3 8 1トル法の連想式手法等がそのまま流用された。その性能は 重量8 7 1キログラムの手砲弾を最大行角30度で射距離2 6 5 2 0ルまで届かせることができる性能で射程1万3 6 0 0ル台で減速走行3 0 5ミリメートルを抜く能力があったと記録に残っている。不要能力は行角30度、深く5度で発射速度は毎分2発である。動力は 蒸気機関による水圧ポンプ駆動であり、補助に人力を必要とした。旋回角度は、監視方向を0度として、左右150度の旋回角が可能であった。あとに、本級のうち、エレバスの主砲身は、イギリス海軍最後の超度級戦艦、バンガードの主砲の方針に流用された。ありがとうございます。